アレリアコンバット in YouTube スペース。わあ。この高卒の取れてない感じね。あのハレリアの大久保です。はい、ハレリアプロの津村です。僕元も同じの松です。なんでいるかよくわかんないですけど。はい、松蘭こと伊藤敦史です、はい。よろしくお願いします。というわけでね、始まりましたハレリアコンバット in YouTube スペースということで。見えますか？東京タワー、東京タワー、東京タワー、ウルザの塔ではない。ウルザの塔だったら僕すぐ壊しに行かなきゃいけない。ウルザ嫌いとして。鉄の雨だ。サンマラ、サンマラじゃなくて FM 電波だから。ファイヤーシャン塔すごいですね。むちゃくちゃ自由自由。いろんな言い方されて。すごいとこ。YouTube スペースすごいよ、ね。ついにね、あのチャンネル登録数が半年ぐらい前に1万人登録しましたね。あの長かった。皆さんのおかげですね、これはね。ありがとうございます。ありがとうございます。ここがね、あの六本木ヒルズにあるということで、はい、まあすごい景色がいいわけですけれども、何をやるのか、4人もいてね、何やるんですかね、4人いたらね。いやー難しいっすね。そこはウドって言わんかい。これまでよ、これまでのコンバットで言ってきた。ここにいる意味ということでね、まあここはアクソですかね。まあアクソ2。ちょっとマジック以外のプロダクション、YouTuber っぽいことではあるね。はい、それか、あ、東京タワーまで行くかね。あ、そう、なるほどね。4人で行ってみよう。スタジオを飛び出してね。なんで撮影したの？ここ借りた意味はない。いや、ないっす。嘘だけで。今から晴れ散歩と言ってくれ。晴れ散歩？晴れ散歩？散歩しに行くという新しい番組始まったけど。違うから。晴れリアコンバット。別の番組になってくれた。まあ、いつも通りマジックをやっていくわけですけれども、そもそもなぜこの人選になったかっていうところから、統率者の時にアンケートを取ったんですよね。アンケートの結果で人気な人たちっていうのを、まあ1位がツモ、やっぱりまあ出演回数も多いしハレリアプロズだし、でまあちょっと2位飛ばして3位がまあハラネさん、4位が松永さん、でちょっと5位が塚本さんだったんですけど、ちょっと仕事の都合で参加できず6位の僕が参加して、で、まあ、飛ばした2位なんですけど、なんと2位にこの松田さんが、おぉ謎の、すごい謎のカルト的な人気があるんだよね。え、馬は馬は松田さんカウントで4票ぐらい入ってた。投票ありがとうございます、本当に。で、さらに今回は人気のあるフォーマットということで、まあ、モダンをお送りしていきたいと思っております。2週続けてやるんですけども、最初に僕と松田さんの試合を、で、その次に、津村さんと松田さんの試合を、で、また津村さん、松田さんはちょっと変わった形式で対戦するんですよね。そうですね、サイドボードなしで、サイドボードの使用に耐えないデッキ。まあそういう感じで、まあ今週はとりあえず僕と松田さんで試合をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そうっす。じゃあこれ大事で。いいですよ。おっす。いや、やっぱね、磁場がいいからね。俺は66。はい、9高い、まあまあまあ行きますか、期待値は超えてる7、そのコーナーます。うーん、モダンはね、先手芸だから、もう勝率下がったね、切れそう。切れない、こんなことで切れる。モダン次か。モダンが一体何を持ってきたのか、デッキのどういうデッキなのか全然わかんないと思うんですけど、ちょっとまあこいつらが悪さをするっていうのが、まあ、このデッキですね。これだけ許してきますか、ちゃんと。ちょっと不安なハンドですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。今回ね、この対戦のためにお互いにオリジナルのデッキを作ってきたんですよ。ちょっとね、なんかお披露目会。ちなみに俺このデッキ一回も回してない。一回も回してない。はい。闇水の騎士。闇水、はい。はい。燃焼隊の加入プレイします。はあ、LO ですかね。で、単勝よ。ね、明らかに LO っぽい。上陸で3枚落とすんですよね。そうそうそう、上陸で3枚。お、白。ほう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 。あ、岸辺です。面白いです。はい、そんじそんじ。行ってきました。じゃあ、早速気持ちよくなるかな。気持ちよくね。セットランドで、はい、最初は。誘発、最初自分で。自分、まず自分。解決前に起動まで。はい。自分で OK。はい、自分で。なるほど。で、あ、そうか。はい。2、3。まず3枚。3枚。何ですか？後輩の工作員とどまらぬ発想を研究する編集教で、なるほど、はい、覇気とサモン長あんまり落ち方が良くないね。良くない、それであんまり良くない。
今なで今度はラザーブ。ラザーブ、ラザーブ何でしたっけ。キーカード戦場に出た時にまず長方一を行うクリーチャーです。長方一じゃない、1さんで。でなおかつマナを X マナ払うと墓地にあるあの点数で見たマナコスト X のクリーチャーになれるっていう。だから今だったら、はいはいはい、例えば編集教とかサモン長官とか後輩の功績になれる。ただ戦場に出た時にもこは誘発しないから、まあとりあえず今長方だけ、はいはいはい、で長方で墓地に落として終了。M フェチ切って19、はい、ドローします、はい。まあ、まだね、そんな強いクリーチャーになれないからって感じだね。ラザーブ、じゃあ、いやでも一般で食っちゃうとでも閉鎖されちゃうもんな。仕方ないな、だって A2 した17、仕方ないな。ラザーブから、結構ラザーブ呪文する的なサムシングだな。仕方ないな。ヘリクスで20で、そっちが20。あ、終了これ。とりあえず、いやでも管理所くれたかったから、ラザーブでラザーブになることはないから。あー、はいはいはい、ラザーブはラザーブなって意味ないもんね。そうそう、意味ない。はいはい、で、一回じゃあセットなので、もう一回メカフェチ自分自分で、はいはいはい、了解です。18ヶ月前に、そう何個落ちてもね、実はラザーブで変身するのに8マナかかるっていうね。確かに。でもう一回言っていい、ゾンビと、縫い死の救急車と蛮行とカニ、はい、了解、もう一回言ってるんですと、妨害はないです。で、血の壁。お、キーカード落ちてるんじゃない。これキーカード合ってます。これ、血の壁何でしたっけ、説明してもらえると。血の壁は、このクリーチャーは1点ライフを支払うとプラス1プラス1修正を得るっていう。3マナ03防衛、3マナ02防衛。1点でプラ1、3点でプラ 1、 1点でプラ1。あ、今日効率はいいのか。効率かなり、効率かなりいいな。へえ、まあ、だんだんね、あの墓地にあるカードでもう、はいはいはい、察しのいい人も工作員もいるしね。まあサクサクね、こっからは、はいはいはい、で、また2マナ1点ラザーブ。なるほど、飛びますね。飛びます、飛びます。じゃあとりあえず情報、はい、キュッと墓地に落として終了。じゃあドローした。はい。はい、どうしよっかな。ハンドは。ハンドはまだ4枚。4枚。まあ、しょうがないな、しょうがないな。はいはいはい。じゃあ、一応、能力起動で、無意識の供給者になりました。あ、なるほど。で、除去された。はい。で、無意識の供給者の能力で3枚。おぉすごい。結構。なるほど、3枚。はいはいはい、血の壁、まあ、増えてないね、ボツの選択。こういうの邪魔だな。終了。終了。はい、じゃあアンタップアップキープドローンカード、はい、はい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 、キーカードをまた引きましたね、うん、とりあえずもう1枚、ラザーブ通りますか。まあ通ります。通った、重宝して、あ、これどっち、いいねいいね。いいよ、流れ来てるよ。やべ、セットランドだけしてターン終了。また19。あ、じゃあ、スタッフで、1マナ払って、カニになりました。あ、了解。フェッチキルは。了解です。はい。カニの伸びるやつで3枚。落ち落ちた。で、終了。あ、違う。あ、フェッチキル。で、エンドでいい。じゃあ、アドキ。なんだろう。あ、セットランドした。はいはいはい。まあ、これしかないか。プレイしたい。これギリオンは OK?Okay、ギレオン、じゃあ、申し上げる。申し上げる。敗北しなくなった。敗北しなかった。とりあえず耐えるよ、これで。今中性値が3。そうそう、すぐ死ぬ。しょうがない。今こいつ買いだ、今こいつ買いだっけ。鬱陶しいな、カニだね。じゃあ1マナでボーグルになります。はい。ボーグル、うん、ボーグルだね。で、アンタップアップキープドローンカード。はい。うん。セットランド、起動で3点。はいはい、14。今カニじゃないから特に何もなく、うわ、まさかフェッチは探せず、あ、ない、探せない。あ、落ちてる、落ちたね、ちょっと気持ちよく削りすぎたね。フェッチの構造上結果、まさか、おいおい、欲張ったね、大谷グレーブめっちゃ落ちてる、欲張ってるんじゃないですか、デッキの構造これ。はいはいはい、今ボーグルです。じゃあボーグルでギデオンに当たる。はい、くれました。はい、でいいです。ヌメルボーグル。ヌメルボーグル。連れ出して終了。ヌメルボーグル多くね。これあれだよね、あまり対象に取るもんね。そう、取れます。呪言だったらいける。ドローします、はい、どうぞ。ちょっとこれは話が変わってきたか。行くしかないよな。なんかあんの、
アクティベートアタック。じゃあブロックなしで12。4点。じゃあプレイしたい。おお、敗北しない。敗北、いやまあ敗北は次のターンね。はいはいはい、僕はこのターンやった後に次のターン知らなくなる。はい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 。まあ知らないけどね、ギリギリ。しょうがないしょうがない。はい。じゃあ次のターン入った。対決。で最後のターン。はい。まあ最後の。まあまあ最後のターン。首パーン。首パーン。首硬いか知らないけど、これ耐えましたんだけど。キーンっつって。ドローします。クリーチャーかパンチ。はい、これ通し続けたら死ぬもしかして。一応春章稲妻まで行けて6点4点まで行ったりするのか。で、されたはい、ブロックしました。職員はい、こちらが17、17スナップキャスターメージ。はいはいはい、スナップキャスターメージ。追加ターン。おお、なるほどね。で、このターン中知るんだけどギデオンで生き残った。はいはいはい、だから生き残りました。首が硬いからね。で、これ通過しました。はいはいはい、で、またもう一回やります。はい、次のターンに。え、これドローします。春章でってこと。マジで。まさかずっとずっと俺はさ。行かれる行かれる。しかないか。クイチャーか。はい。パンチ。残り6になりました。ヤバマン。ほう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 。もう落ちないよ。ターンしろ。ライフ結構行かれたな。どうしようかな。よっしゃ。血の壁の能力起動できないんじゃないかこれ。やぶね。しょうがない血の壁に。血の壁になった。はい、今突然なんだっけ、ゼロに。ゼロに。じゃあいいか。オッケーオッケー。じゃあそのまま返します。はい、オッケーです。切るのもうちょっと強いな。よかった。はい。じゃあアンタップ、アップキープ、ドローワンカード。はい。シュッつって。集団的蛮行で、キッカーじゃない、ね、増獣でマイナニマイナニと、2点ドレイン。これマイナニ2点ドレインはオッケー取る。はい、死亡で俺が8のそちらが15。はい、今壁組んだよね。一回起動。へえ、オッケー。7。はい、で1マナで塗れるゴーグルになりたい。なった。はい、でアタックでギレオスタキャスターメージ。はいはい、通る。はい、通る、ね、墓地はヘリクス。はい、でヘリクス本体。おや、はい、4で、そちら18。はい、で4、残4。ギデオンが行った方が強いか。ギデオンが行った方が強いか。じゃあキャッチ。いやスナップキャスターね。はい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 。よ、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ1マナで紙になりました。カニ、今こいつ何なの。カニで、11中性を受けたカニだから1-3。1-3で立法的に死んだ。そうそう、はい、しかし、次のターンのアタックが投了ならず、アタックが止まらないんじゃないかな。投了ですね。わかりました、じゃあドンして。ありがとうございました。結構危なかった。結構奇妙な動きをする。いや、ラザーブ結構強かった。フェッチで土地探せてれば、あのターンに、はい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 、いけたね。血の壁になって工作員になったアタックっつって、そう、ね、そう、つか抜けたり。でも抜めるボールってイナズマできなかった。それがすごい良かった。始まる前に K とか P とかワードを話していて、めっちゃ言ってた。そう、なんか噛み合いの K っていつも萬田さんが言ってて、噛み合いの K、カードとカードの噛み合いが K なんだけど、 K だけだとデッキにならないっていうのはゲームに勝てないから P が必要っていう。 P とは、 P はパワー、パワー、パワー、噛み合いの K とパワー、パワーの P。今回のさんのデッキは P で固めてある。ただやっぱギデオンとあのスイカターンだけは K。 もうデッキがもうから P 寄りの K みたいな。P 寄りの K っていうこれはすごい。サイドアウトするカードがこんな感じになります。まあこの2枚本当はハンデスモードがあるから全然入っててもいいっちゃいいんだけど、他に抜けるカードが少ないのでちょっとどうしても。でまあこのカードも
結構メインボードのふんわりした1枚で、でなおかつ相手の出来が結構ゆっくりしたデックっぽい感じなので、こういうのに頼らなくても結構いけるかなと。でまあ相手の出来がゆっくりしたデッキだったらコンボパーツいつか揃うだろうということで、ちょっと減らしてちょっとね、サイドインがこんな感じで、まあこの辺は普通にちょっとこう、まあ瞬傷対策かなっていう。こっちはラザーブがいれば別にその基本地形が全く必要ないデッキなので、ちょっと月の大魔術師ではめたりとか、なんなら相手のターンに月の大魔術師になって自分のターンは他のクリーチャーになるとかで、相手のソーサリーを完封したりとかっていうことができて、結構面白いカードですね。サイドは、この3枚を抜きましたね。まあ理由は先行じゃないので、後手だと向こう今後デッキなんで相当さばかなきゃいけないんで、こうぶっぱするカードは少し減らして、ぶっぱする牌としては不要牌だなと思って少し減らしました。でインしたカードは、墓地帯、まあ、墓地帯をインして、で、まあ、ギデオンの代わりにギデオンを入れましたね。じゃあはい、どうぞ。先行もらいます。チェックします。あのまあこういうデッキのちょっとこうや闇の部分というか、ちょっとこうねキーカード引けてない時の手札のガタガタ感ねしょうがないね。こんな感じですね。減らしたのに来るっていうねゲームプランと違うけど、まああるしね、ワンチャンやりますあ、チャンスはあります。お願いします。はい、カニ5。もう1箇所でね、はい、19。チョックインまでしましょう。もう稲妻17。まあね、しょうがないね。ヤドです。はいはいはい。ダンタップアップキープドローワンカードと、こうしたら1マナでローケーション、はい、1、2、3枚。おしょうもない落ち方するな。サモン召喚エネルギー2個入れました。はい、終了。サモン召喚、まあまあいいか、待つか、終了。おアンタップアップキープドローンカード、はい、うんうんうん、ヒットランド、はい。ではどうすか、どうすかこれいやとりあえずサモン召喚で様子を見ます。3枚墓地に落とす。あ、これエネルギーかあー、ヌメルボー墓地だったな。いいね、いいね、いいじゃないの。で、土地2枚起きてんだよね。起きてる。どうすっかな。やーべー、月の大魔術落ちちゃったんだけど負けか、暇だからコンバット、やまんなんだけど全部。はい、じゃあ16かな。はい、やべえ、月の大魔術同士とーれ、いやーミスったなー、それ通った。お、情報1、はいはい、トップでよか、了解、ターン終了、うーん、選択オプトね、はい、 OK。 これでも1回しか変身できないですね、やっぱちょっと不安ではあるね。はい、1回しかないか、ドロー、はいいいよいいよ、はい、流れ来てる。ハンドは2、ハンド2、血の壁ももう来てる。ピッチャービビってる。え、ビビるよこのタイミングでやるしかねえな。はい、切った、はい、15の15ショックインした。おお、メガス見えてるのにちょっと強気だね。すまん。あ、なるほどね、そういうことね。はい、じゃあ一応ボーグルになりたいが、テイクス、はい、3点ゲイン、はいはいはい。2回も顔で今使ったんだけど、あいつだけで。こっちが今13から16になった。もっとだけです。やっと、しょうがない。アンタップアップキープドローンカード、はい。そう、除去2枚使われちゃうとね、そうなんですよね、ダメなんですよね。いやー、あー、まあそうだけど、メガソの部分ちょっとやばいなじゃあちょっと暇なんで、暇なんで戦場に出てもらおう戦場っていく15、はい、終了。一応瞬傷をふわっとキャッチできるからね。確かに、さっきギデオにあんだけ毒されたから基本地形持ってきてこい、一応重要かな、基本地形持ってきてこい、終了おー、トラフト、なるほどね、はい。じゃあサモン召喚で3枚こっちに落とす、はい。ブラザーズになることもないからね、いいか。で、アンタップ、アップキープ、ドローワンカード、供給者アタックするで、そちらが13かな、はい、
血の壁に一通されたら6ターンやったら死ぬんだけど。そうそう、血の壁はね、まあ、やっぱ硬いよね。硬いね。ゴーグル出して。ゴーグル。オプト。はいはいはい。これはダメだ、下が。で、ドロー。はい。しょうがない、戦闘ドラフトで6点って与えとくか。マジ。リエンジェル。はいはいはい、まあ一応誘発までは下、誘発までした、まあじゃあ一応ペイ2します。18ペイ2して18で24になった、24になったらブロック前かパスで打てる。おお、はいはいはい、はい、じゃあパスされました。でブロックして、ブロックして OK、 これでブロックですね、キャスター。はい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 、でナズマリア、サモン長官がね、はい、撃たれて、で、4点で、こっち死んだ、で、ゴーグルが1本取られて、で、4点じゃあ16、違う、14か、14点で、一応ケア置いてエンド。はいはいはい、いやそこまでね、ゲームが続いてしまうとまあ、苦しいんじゃないでしょうか。ターン終了します。ショーンを聞きましょう。ちょっと島をこれで基本値が一応揃った。トラフトしちゃいけないのかな。はい、ロック。おーい、せめて殺してくれ。ちょっと戦闘していい？はい、どうぞ。え、8点クロック、はい、6、嫌な予感がするな。はい、ですよねですよね。俺の最後のターン入っていい？おう、見届けるぜ。破壊不能得たから、これおう、大変の人に大変の大変の破壊不能だよ、お前に向かって。頼むよ、ドーン、勝った、負けー、あー、呼ぶねー、勝ったー、よーし、あぶねー、やっぱねー、あそこでラザーム生き残らないときついねー。もう一旦待てばよかったかな、なんかそうかもね。そう、土地2枚あればね、あの、モーグルになります、モーグルになりますができたから、そうだね、そうそう、それがあるから、今、あのタイミングで稲妻を捨てるしかなかった。ちょっとこれ、いいとこなしで終わっちゃったなー。いやー、あったでしょ。メルモーグルをね、あんだけきらめかしたのはこれしかないでしょ。すごい。はい、というわけで、ハレルヤコンバット in YouTube スペースボリューム1、いかがだったでしょうか。あ、ちょっとね、増田さんのね、はい、P がね、良かったっすね。やはり今回はかなり P の集合体でした。そうっすね、ファイナルターン欲しかったんですよ。あれずっと使わなかったんですけど、あの顔単体で弱くて、なんとかできないかと思って、稲妻修士のトラフトの P を固めることによって P をバックアップ。なるほどこれですね。ちょっと翻訳が必要なんだ。P を噛み合えてる P のパワーなんですけど、ちょっと色々首パーンがね、本当にね。大久保の敵は K っていうか、なんかゴミの G。 可能性はあるゴミの G。 ザクも Z って単語もあるから、 Z の可能性ありますね。そのなんか いろんなゴミでまあでも、いわゆるボーグルで除去を切るアクションは結構ね、プレッシャーはすごい軽くていい。あれはだからちょっと可能性ありません、うん、あそこすごいわ。あそこフェッチで土地を探せなかったターンあるじゃないですか、うん、あそこで本当は5マラ揃って血の壁になって、後輩の工作員アタックで10点 毒を与えることができたので、まあギデオンの猛将あってから死にはしないんですけど、ギデオンさえ落とせば俺の勝ち。まああれはもう俺の実質勝ちと言っても過言ではないんだよ。決まってれば、まあでも土地も探せなかったけどね。実質勝ちの J とかないって。実質勝ちそりゃないっしょ。冷静かよ、冷静かよ。俺の間違いだよ。これ。なんでだよ。はい、というわけでね、まあ、はい、今回動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録やシェア、応援メッセージなどをコメント欄に、書いていただければ幸いです。まあ、来週もね、津村さん、松岩さんが異なるデッキを3つ使ってね、3回勝負するっていう。なんかさっきから2人の試合を見てて、なんかボソボソなんかモチモチしてんな。松田さんのデッキはちょっと予想外だったんで。予想外ですか。そうそうそう、なんかこんなこと言ってて、なん何を、まあそこはまあ来週、なるほどね、来週お楽しみということで、はい、ではまあ次回をお楽しみに。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。